皆さん、こんにちは。総院長の河原です。今日のお題はですね、五十肩についてお話ししたいと思います。5月に入りまして、ゴールデンウィーク明けました。とても気候がいいですね。ただその中やっぱり朝ちょっと冷えたり、あるいは夜など気温が下がったりする日も結構あったりします。また、コロナウイルスの感染拡大に伴ってやっぱ家でいることも多くなりましたよね。体がどうしても固まっていきます。そんな時に肩が動かない、痛い、ね、体の体位を変えると痛みがし、ね、服着る時に辛い、ね、こういうことはよく現場でも耳にします。そもそもじゃあこの五十肩といわれる肩の痛みは何が原因なんだろうということをね、少しお話したいと思います。肩の構造というのはですね、この肩甲骨に対して上腕骨といって腕の骨がついているんです。この肩甲骨の受け皿がものすごく小さいものですから、この上腕骨のボールになっている部分がですね、受け皿としては小さいので、全部この引き付けをですね、筋肉に依存しているんですね。この筋肉が弱ってくると肩が正常に動かなくなって衝突を起こします。そして炎症が起きて痛みが起きる。これが五十肩のメカニズムになります。そしてこの肩を動かす筋肉、奥にある筋肉をここに書いてあるようなインナーマッスルという言い方をします。いわゆるインナーですから、内側についている筋肉、それはとても小さいんですね。小さいので非常に痛めやすいし、また、50代ぐらいになってくると、早い方だと40代になりますけども、なってくると肩の構造上ですね、受け皿が小さいので、このぶら下がってる状態というのは全部筋肉に依存してるんです。ですからこの筋肉がもう弱ってきちゃう、あるいは痛めてきちゃうんですね。なので正常にこの腕の骨の頭の部分ですね、これを回すことができなくなって衝突して痛みが出てしまうんです、ね、ですので家でできることとしては、この筋肉をちょっとね、鍛えてもらう、トレーニングしてもらうといいんですね。はい。で、トレーニング方法としましては、これぐらいのね、身近にあるペットボトルで結構です。 500ml も入ってなくていいです。半分ぐらいで全然構いません。これを持ってもらって、これを左右に振ってもらいます。ゆっくりで構いません。ゆっくりでだいたい30回ぐらいね。できなければ10回からスタートしまってもいいです。あるいはこれを上下に振ってみます。ゆっくりで構いません。はい。あとはこのまま肘を固定して回してもらいます。こういう形です。できる範囲で大丈夫です。そうすることによって、徐々にこの小さいインナーマッスルが鍛えられてくるんですね。そうするとこの関節の中で、筋肉が動き始めます。ホットがね、回るようになります。そうすると痛みから回避されていきます。あとはですね、トイレの治療に任せてください。全身を整えて骨格を戻してあげます。その上でね、コアレとか使ってね、電気の力を使って中の方まで筋肉に行き届かして、これを治療することによっていい状態を作ってきますから、このようにしてどんどん肩が良くなってくるんですね。はい。ということで、この5月は肩の痛みに、ね、対応して、こういったトレーニングを取り入れながら、また治療も進めながら、元気に過ごしてまいりましょう。